カウントダウンが、はい、皆さんこんにちは。はい、はい、始まりましたよ。亀岡俊之です。シンガーソングライターでございます。はい、宣伝から行くか。やっぱりそれはもちろんあの自己紹介からねちゃんとやっとかないと。はい、はい、そうですか。そんなことで、今日は亀岡さんとね、はい、準備に準備を重ねて、うん、そうですね、はい、もう何回打ち合わせたかっていうほどですねねえ、はい、本当にもう何がちょっと小さいとかですね。そうですね、うん、はい、まあでもね、うん、ちょっとでもいい感じでですね、はい、皆さんに聞いていただけたらと思ってですね、はいはい、やってる次第でございますね、はい、あ、もう、結構何人かね、はい、来てくれますね、みたいですよ、ね、はい、嬉しいですね、来ております。はい、はい、ありがとうございます、はい、で、まああの、うん、今日はリモートで、リモート、はい、はい、和歌山の橋本と、はい、奈良の吉野と桜の吉野ですね。どっちも田舎ですねまあそれはいいです、はい、それでですね、うん、リモートでレコーディングをやっていきましょうと、うん、これすごいことですよ ね、はい、リモートでレコーディングをやるっていうのはこれもう世界初ですか。そうかも分かりませんよ、ね、ほんまにね、はい、ちゃんとね亀岡さんのこの、うん、画像ももらってですね。メガネしてるですよ。これ老眼鏡ですわ。はい、そんなん言わんで。いやこの間まであのシニアアイとか言ってたじゃないですか。もうちょっとかっこよく。僕嫁はんにあの教えたったらかっこええなあ言ってましたけど。そうですか。はい。わかりました。はい。はい。はい。今日はまずギターから亀岡さんね、やっぱり取りましょうかですね。ね、はい、はい、ですからちょっと今準備をね。はい。してるんですね。今ね、はい、ギターに入れてですね、電池切れたらあかんとか言いながらね、はい、そう、はい、あのせこいですから僕はね、あの、はい、ちょっとでも電池をね、はい、無駄にしたくないんですね、はい、でこれでギターの音がこれで出ると、はい、どうですか。はい、出てますよ。はい、はい、じゃあ早速、はい、はい、行きましょうか。今ね、ね、はい、画面をですね、うん、もうちゃんともう準備してあるんですよ。ああ、もうちゃんとダウの画面がこうね、はい、あの今出てるんですけども、はいはい、あの今日はあのスタジオ1というね、はい、DAW のいわゆる DTM のソフトでですね、はい、やりますので、はい、皆さん見ていてください。はい、失敗しないことを僕は願っておりますが、はい、ということで、僕のこのマイクの方はちょっとスイッチ、切らせていただきますね。はい、
はい、はい、ありがとうございます。なんとか失敗せずにね。いや亀岡さんは失敗しなかったんですよ、はい、でも、僕は失敗したんですよ。あの、役者やなと思いながらですね、はい、なんでこんなハプニング作るのか。亀岡さんも僕の画面見てくれたらですね、はい、この初めのところで、うん、なんか音が青いところ途切れてるじゃないですか。ほら見てください。はい、あ、ほんまですね。なんでかというと、はい、ここだけですね、パンチンみたいにしてあってですね、はい、上にここでこういう風な変なもん囲ってあってですね、はいはい、ですか、はい、皆さんね、こういう風に、うん、まあ、いわゆる失敗というか、間違ってもですね、はい、でも全く関係ないんですよね、はい、それはなぜかというと、こうやってですね、もう一度こう範囲を設定します、はい、はい、でこれをですね、はい、削除しますね、これね、はい、で亀岡さんはここからはうまいことやってくれたわけですよね、はい、亀岡さんは全部うまいことやってくれたんですが、そうですよ、失敗せずにね、はい、緊張の中、はい、はい、それをですね、はい、ちょっと前からですね、だいたいここ通り過ぎるぐらいまで、はい、ざっくりでいいですから、はい、はいはい、そんなあの難しく考えないでですね、はいはい、もう一度始めからもう一回整理ですか。前のとこだけね、よろしく。わかりました。はい、もう一回マイク切ってください、いいこといきました。うまいことつなぎましたよ。あ、そうですか。そんな自慢にならんけど。そうですね、はい、ちゃんとやってください。はい、はい、こういうのをオートパンチと言いまして、うん、はい、ちょっとこれソロで聞かせますね。うまいこと言ってるか、はい、よく聞いてください、はい、ちょっと手前から流します。はい、はい、どこでついだんかもわからんほどじゃないですかね。はい、素晴らしいですね。素晴らしいですね。はい、これはまず第一段階いきました、はい、次はね、亀岡さん、はい、ボーカル撮りなんですが、ボーカル撮りですね、はい、これも大変ですね。はい、はい、プレッシャーがきついっすわ、いろいろね。はい、はい、次はボーカル撮りなんですけれども、うん、はい、今度はですね、ちょっと、うん、あまりこの今のギターが大きすぎたら亀岡さんが歌いにくいんで、はい、ちょっと僕バランスだけ簡単に取らせてもらいますね。はい、はい、はい、こんな感じでですね、はい、やっていこうと思います、はい、ではボーカルの僕も準備を、はい、レベルをですねちょっと、はい、しないとダメなので、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ、これぐらいのレベルで、はい、はい、ちょっとね、亀岡さんの声が案外こう張って、案外ね、大きいです、でかいですからね。態度と顔と声は、はい、はい、はい、態度だけちょっと減らしてほしいですね。はい、はい、はい、ということで、うん、じゃあボーカルを取りたいと思います。はい、よろしくです。はい、行きます。リバーブとかはね、かけてませんので、後でやりますんで、そうですね。はい。じゃあ、いきます。はい。どんな時にだ
語り夢を探し続けていた。いつからどこからこんなことになって、愛も夢も未来さえも見えやしない星の下。人種や宗教イデオロギーも違う人たちがいるこの星、今ここにある敵を目の前に全て乗り越えて、さあ一つになって戦うんだ。いつでもどこでもどんなことにでも、僕たち人間は勝ってきたはずさ。いつまでどこまでどれだけかかろうと、最後の最後までお前を倒すその時まで。知れる限り戦いはやめない、負けてたまるかそうさ。今からここからどれだけかかろうと、最後の最後まで未来のドアこじ開ける時まで。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、はい、あれですね、はい、さっきの、ギターがやっぱり若干でずれておりますね。ちょっとずれてますね。それをね、ちょっとずっとね、はい、はい、全体的に、うん、あの遅かったと思うんですよ、はいはいはい、で、ちょっとね、これ今2つに分かれてますでしょ、うん、はい、これをまず、はい、これがもしかしたら、はい、あれですかね、遅延みたいな感じですかね。はい、そうです。遅延でですね、うん、そして、まあ、まずこれを合体させます。一つのものに今しました、はい、でそしたらですね、うん、ちょっとよく大きくですね、はい、見てみますと、うん、少しこれ大きくしますね。波形自身をね、大きくして分かりやすくしますね、うん、そしたらどれぐらいずれてるか、特にここね、音のないところで、うん、本当ならば亀岡さん、ここにないといけない、これがですね、うん、はい、ここもそうですけれども、こうやってちょっとずつ遅れてるんですよ、はいはい、これ、そうですね、これ自身がですね、はいはい、ですからこれを前にやらないといけないんですね、はい、そういうことですね、はい、ちょっと前にやってみますね、はい、はい、もう全体が遅れてるだけで、うん、特別あの問題はなかったように思うのでですね、はいはい、でこれもですね、こういうところで編集をすると、うん、どこか分かりにくいので、はい、こういうカチーンと出てるこの波形ですね、はい、桶に合わせていくと、はい、でちょっと前にあります、見とってください、はい、はい、お動きました、はい、はい、こんな感じにですね、はい、そしたらこの桶のですね、桶が緑色のところなんですよ、うん、もうね、はい、はい、桶のこのタイミングとですね、はい、こうバッチリにこう、はい、合いましたね、はい、でこれでいいんです。だからやっぱりそれを聞きながら、はい、もしかしたらボーカルも歌ったかもわからんのでですね、はい、はい、できたらその方がありがたかったですね、はい、そしたらボーカルもちょっとだけ前に、うん、やりますね、はい、はい、じゃ あこんな感じでですね、よいしょ、ピシッと、
ここの39小節目のラインでですね、はい、大体こう合わすんですね、はい、これでいけるんですけれども、はい、特にですね、うん、ギターにおいては、はい、今日は亀岡さんもバッチリ弾いてくれましたんで、はい、問題はないんですけれども、はい、普通編集するときみんなやっぱり、はい、特にアマチュアの方はこうね、前行ったり早なったり遅なったりどうしてもしますので、はい、そういうときはですね、はい、便利なツールがありまして、はい、ここでこの分析というのをピュッと押すとですね、はい、そしたらこんな縦にいっぱい線入ってですね、入りましたね、はい、入りましてですね、うん、そしてあちょっと後ろ行ってるかなと思うようなところをですね、うん、こうやってピュッと前こうやって、うん、はい、こうやってですね、なるほどね、直していくんですよね、うん、個別にできるわけですね、個別にできるわけですよ、はい、こうやってですね、うん、編集をしていきまして、うん、そしてこっからが肝心ですね、はい、亀岡さんのボーカルを、はい、ボーカルをちょっと分析したいと思うんですね、分析されちゃうわけですね丸裸にしてしまうといやん恥ずかしいんちやつですねはい、はい、これをですね、うん、あのまあ亀岡さんとももう長く使ってるんですけれども、はいはい、メロダインっていう、ね、メロダインですね、これはすごいですね、すごいですね、はい、このソフトというか VST はね、はい、素晴らしいんですけれども、うん、亀岡さんの歌った音程をですね、はい、もうこれ今ぐるっと回ってますが、はいはい、4、5 秒の間にですね、はい、分析するんですね、はい、でドレミに置き換えるわけですね、はい、はい、こんな感じで、はい、今ちょっと画面を大きくしますね、はい、で、亀岡さんの歌ってくれた歌がですね、うん、はい、こうやっておおなっとるわけですよ、はい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 、はい、で、ちょっと音程低いかなとか思うようなところですね、うん、はい、を直したりこうやってですね、うん、こういうふうにいじっていけるわけですよ、そうですね、はい、はい、これですね、僕らはあの仕事としてやるときは、はい、こうやって一個ずつ細かくですね、はい、大変でもやっていくんですが、はい、これは初心者でもできる機能もありましてですね、はい、これで全てこう選択真っ赤になりましたね、はいはい、そしてこれをやってですねピューッとやれば、よく見ててくださいね、うん、ずーっと真ん中の方へ音程が寄っていくんですほら、はい、こういうふうにですね、そうですね、はい、はいはいはい、まあ、こういうですね、うん、個別じゃなくってまずざっくり合わすというようなこともできると、はい、亀岡さんのちょっとロングトーンのですね、うん、亀岡さんのビブラートっていうのはですね、うんうん、綺麗なビブラートでしてですね、いや褒めてるんですよ、あそうですか、はい、本当ですよ、皆さん見てください、こう綺麗にですね、こうビューと山なりになっててですね、そしてこのところがですね、こんなことまでできビブラートをもうちょっと効かそうとかですね、でギューッと大きくおおしたりですね、縮めたりですね、はあはあ、こういうふうに、なるほど、ちりめんにやったり、はい、大きくしたりってことですね、はい、そういうことまでできてしまうんですよね、あ、はい、そして、うん、今はいわゆるリバーブ、アマチュアさんで言えばエコーっていうやつですね、はいはいはい、はい、ああいうやつをかけて亀岡さんの声をドレスアップしていくわけですね、うん、はいはい、ドレスアップ、はい、それはどういうことかというと、はい、ここにボーカルファイナライダーっていうのがあってですね、はいはいはい、そしてそこへもう一つですね、はい、亀岡さんも多分使ってらっしゃる、はいはい、ボーカルライダーっていう、ボーカルライダーね、あれあるんです、仮面ライダーもうええかもうええですね、はいはい、はい、ボーカルライダーっていうのとですね、はい、そしてまずリバーブの方は、はい、こうやって、うん、こういうソフトがありましてですね、うんうんうん、そしてこれをかけたら亀岡さんの声がええ声になるわけですよ、そうですか、そんな大事で、あ、簡単なことができない世界が、リバーブもね入っております、今この目の前、そしてこの右のボーカルライダーはどういうことかというとですね、うん、はいはい、今このオケともライブでつないでましてですね、はい、オケが大きくなったら、うん、やっぱり声も張っていく方がかっこいいじゃないですか、はいはい、そうですね、はい、バランス的にもね、バランス的にもですね、そしたらですね、ちょっと亀岡さんがもうちょっと大きく歌ったらよかったのになと思うようなところをですね、
こいつが勝手にボリュームやってくれるんですよ、うん、ちょっと見てください、はい、簡単なことが できない世界が今この目の前広がってる。こんな感じにですね、迫力が出てきたりですね。そうですね、はい、まあ言うたらコンプレッサーとはまた違う、はい、うん、強弱というか、うん、はい、そうです、自動でやってくれるということですね、はい、はい、こんな便利なものが亀岡さんありましてですね、はい、はいはい、知ってますよ僕は、はいはい、はい、今なんか手腕組みし直しませんでした、はいはいはい、バレましたか、はいはい、はい、そういうことでですね、うんうん、あの皆さんもう今こうやってですね、はい、編集もして前やったり後ろやったりもしてですね、はい、そして音を切り刻んで、はい、おおむねこれでですね、うん、まあ言ったらいいわけですよね、はい、でちょっと一回ですね、うん、これで整えて、うん、さらにですね、うん、普通はマスタリングっていうね、そうですね、作業が、最終作業がねあるんですよ、まあ、まあ言ったら、音圧もちょっと、はい、と上げたりでやるとか、はい、はい、そういうことですよね、はい、でその前にですね、うん、亀岡さんの方から聞いてもらって、はい、僕がするんじゃなくて、はい、亀岡さんのパソコンから僕のパソコンをいじり回してもらって、はい、そしていじり倒したんで、この下に今ミキサーを出しましたのでですね、はい、うん、バランスはどうか聞きながらですね、はい、そちらからこれをいじってみてください。そうです、あのですね、はい、これが僕です、はい、今ぐるぐるマウス回してるでしょ、はい、矢印、はい、これ僕とからやってるんですよこれ、はい、素晴らしいです ね、うんうんうん、はいはい、じゃあ鳴らしますので、はい、自分でバランス取っていってください、はい、これもうギターは確実にでかいですから、ね、君のその手を強く握りしめ愛してはいはい、抱きしめたい。今、ヘッドホンで聴いてる限りではですね、はい、まあ大体バランス的にはこんなもんではないでしょうか、はい、はい、はい、こうやってですね、はい、亀岡さん好みのものをですね、はい、うん、僕が勝手にというよりも、うん、今後まあお客様と、うん、レコーディングをやった時に、はい、やっぱり好き好きってあるじゃないですか。そうですよね、はい、うん、それもこうやってもらって、そして僕の方からあちょっとそこまで行ったらやりすぎですよとかですね、うんうん、アドバイスさせていただくと、あ、まあ、あのその逆もありますわね、はいはい、うん、だいたいやってもて、いや僕はもうちょっとやっぱりこうしたいんだよとかね、はい、そうですね、うん、微妙なところとかは、うん、こうして触るというかいじったりできるとですね、はい、すごくありがたいですよね、はい、そうですね、うん、そしてこうやって、うん、まあ、バランスが整いましたと、はい、そしたら先ほど言いましたマスタリングに行きますん で、はい、でマスタリングというのもいろんなソフトがあって、うん、便利なソフトがいくつもあるんですけれども、はい、最近はですね、音質があまり変わらない で、うん、で簡単だというですね、はい、これですよ、これ出ました出ました出ちゃいましたよ、はい、はい、D ポップマックスというね、はいはい、なんかのパチンコ台みたいになってますけどもそうです、これなかなかあの優れもんですよね、はい、はい、そうですね、そしてですねさらに本当に音圧が正しいのか、うん、耳で聞くだけじゃなくって、うん、目でも確認していただくということでですね、はい、今出ましたのが、はい、それを測るメーターなんですね、はい、はい、はい、じゃあこれをですね、見ながら亀岡さんの方でこれを上げていって、はいはい、まあ、今回はそうですね、うん、マイナス11デシベル LUFS、 これあのいわゆる音圧の単位なんですけれども、うん、はい、ラウドネスって言います、はいはい、これをですね、はい、亀岡さんに設定していただきます、はい、はい、じゃあ流します、はい、はい、今この目の前広がってる、いつでもどこでもどんな時にでも違う人たちがいるこの星、
まあ、はい、とりあえずはこんなもんで、はい、そうですね、はい、今ちょうど平均がマイナス12というのが出てますので、はい、まあ、このぐらいでいいんじゃないかなと、うんうんうん、思われます、はい、まあ、せっかくですねここまでできましたんで、うん、はい、やっぱり亀岡さんの歌も宣伝せなあきませんので、はい、出来上がったものを最初からちょっと聞いていただくというふうにしてみたいと思います。はい、はい、じゃあ行きます。はい、君のその手を強く握りしめ、愛していると抱きしめたい。そんな大事で簡単なことができない世界が今この目の前広がってる。いつでもどこでもどんな時にでも愛を語り夢を探し続けていた。いつからどこからこんなことになって、愛も夢も未来さえも見えやしない星の下。人種や宗教イデオロギーも違う人たちがいるこの星、今ここにある敵を目の前に全て乗り越えて、さあ一つになって戦うんだ。いつでもどこでもどんなことにでも僕たち人間は勝ってきたはず。いつまでどこまでどれだけかかろうと最後の最後までお前を倒すその時まで。はい、そうですね、まあ、はい、今日はですね、はい、まあ、こういう、30分程度ということで、はい、の範囲ですが、まあまあ本当はもうちょっと、微調整せんとダメなんでしょうけども、はい、30分あればここまではもう十分できるということですよね。はい、そうですね。ね、はい、まあすごいことですよね。そうですね。はい、はい、ね、これからまあこういうふうな時代にまあなっていくんでしょうけどね。うんうんうん、はい、しかし、はい、はい、
僕はもっともっと触りたいですけどねはい、はい、今ちょっとすごい嫌でしたね聞いててあの個人的にはですよ個人的にはいはいはい、はい、そうですね、うん、まあいやほんまにいつもね、うん、こっからまあ僕ら仕事っていうのはですね、はいはい、微妙なね、はい、もうそんな本当に聞いて分かってもらえるのかなっていうところをですねはい、はい、いじり倒しながらやっていくんですよね、はいはい、そういうことでございますのでですね、はい、まあでもこれがですよこうあれ30分でしかもリモートで、はい、こうやってできるっていうのは本当にもう夢のような、はい、ね、そうですね、はい、交通費も全くかかりません、はい、ね、後から飲みに行かんなんこともないしね ないしねでこの、曲はですね、はい、コロナでこう大変じゃないですか、はい、そのコロナに、立ち向かって負けないで頑張ろうっていうそういう気持ちを込めて作った曲なんですけどもね、はい、うん、だからちょうどこのリモート時代にはもってつけの曲ではないかと、そうですね、思っとるんですけど、はいはいはい、勝手に、はいはい、勝手にって、はいはい、すいません、はい、まあね、ほんまにそうですね、うん、まあ、これからあの特に第2波とか言われるような声も聞こえてきたのでですね、はいはい、もうしばらくはやっぱり音楽の楽しみ方っていうのをですね、うん、少しこう考えながら、うん、でこういう便利なツールを上手に使いながらですね、うん、はいはい、できたらいいなと、まあそうですね、思ってるんですよ。覗きに来てくれた、方たちですね。あ、これ言うてええんかな、ちょっとわからないから、まあ、やめときますか、うん、はいはいはい、はい、ね、何人も見てくれましたね、はい、そうですね、この昼のあの、皆さん忙しい中 ね、はい、仕事せえよちゅうねそれかやっぱりちゃうかはい、はい、そんな感じでですね、はい、非常に、濃密な、時間を、過ごさせていただきました、はい、この後ですね、うん、また録画っていうんですか、はい、これはまあ一応残させていただきますんで、はい、今日どうしても見れなかった方もですね、うんうん、少し、まあ、あの参考までになるかどうか分かりませんけれども、そうですね、はい、あの一つの事例としてね、そうですね、はい、僕個人的にはちょっと経ったらもう、消してもらえたらありがたいかなってアーティスト亀岡としてはですね、それはいいんですけど、はい、あのこれだけ、便利になって、うん、もうすぐこうして、レコーディングができるというね、はい、それが分かっていただけたら非常にありがたかったかなと思います、はいはい、ね、じゃあそういうことで、はい、今日のところはまたいつかねバージョンアップをしてね、どんどん皆さんにおすすめというか、うん、喜んでいただけたらと思います、ね、そうですね、はい、はい、今日のところはこれで、終了したいと思います。ありがとうございました。はい、はい、また皆さんよろしく、バイバイ、どうもありがとう。